はい、どうも、ティカでーす。はい、というわけで今回は TS 第4弾で登場した阪神安藤さんについての動画撮っていきます。はい、というわけでね、7月25日から来てる TS 第4弾ですが、阪神からは安藤さんが登場しています。で、 TS 第4弾なんでガチャシステムは60連次チーム確定ありで、イベントに関しては選手ボーナスなしのバッティングトラベラーが来てます。で、今回安藤さんがね TS 初登場はなったんですが、正直ねみんなが待ってた年度ではなかったんじゃないかなと思います。というところでね、その辺も触れながら今回ね安藤さんについての解説動画撮っていこうと思います。だけど今回の動画ではまずは安藤さんの能力チェックをやって、その後にリーグリア対別で阪神純正が獲得するべきかについての解説していきたいなと思います。それではまずは安藤さんの能力チェックやっていこうと思いますが、その前に今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、ぜひとも応援の高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは能力チェックの方やっていきましょう。というわけで能力の方が9以下75、72、61の小5で9位スタミナ同値が狙えます。で、投石性が中継ぎメインでトッツ3で抑え可能です。で、球種はこんな感じで B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力が超大ピンチ伸び内角となってます。というわけでこの安藤さんは2003年の成績を査定されたものとなってます。というわけでね、2003年の成績を査定されたものはね、誰の予想にも上がってなかったっていうところでね、びっくりしたんですが、結構ねみんな待ってた年度としては2008年の先発で25登板13勝9敗防御率が 3.20 の年か、2013年の中継ぎで58登板4勝2敗23ホールド1セーブ防御率 2.28 の年かなと思うんですが、まさかの2003年の5勝2敗0ホールド5セーブの年がやってきました。というところでね、結構みんなが待ってた年度ではなかったんですが、この安藤さんに関してはね9位制球同値が狙えます。まあただしね、今回ね TS 初登場ではあるんですが、過去のね通常 S ランクだとね、まあ、完全請求型ではあるんですが、小5で請求 A 行けたりね、デフォルトで請求 A だったり、あとは球種に関してもねツーシームフォーク持ちだったりするっていうところでね、過去の通常 S ランクの安藤さんの方がね TS より強いんじゃないかっていうね話はあるんですが、そのあたりについてもね話しながらリーグリア対別でこの TS 安藤さん獲得するべきかについて解説していきます。はい、というわけでね、ここからはリーグリア対別で阪神純正が安藤さんを獲得するべきかについて話していきます。というわけでまずはリーグ勢目線で話していきます。というわけでね、リーグ勢目線的には余裕があるなら獲得しておいた方がいいと思います。はい、というわけでね、なんで獲得しておいた方がいいかっていうと、まずね9位制球同値を狙えるっていうところがねリーグ的にはありがたいポイントかなと思います。で、今年の阪神純正の投手陣だと現状9位制球同値狙える投手が岩沢選手、伊藤将司選手、西純也選手、湯浅選手、青柳選手、浜町選手、大竹選手、村上選手、安藤選手の9人となってます。というところでね、現状9位制球同値できる投手9人いるんで、まあそんなね無理して安藤さん獲得しに行く必要はないのかなとは思いますが、まあその中でもね大竹さんは覚醒というところでねスプリッツがマイナス100されてますし、 B 球種に関してもね一つもないと。で、逆に村上さんに関してはねセレクションだったっていうところでね取らなかった方もいるかなと思います。っていうところでね、小5で9位制球同値決めれてればね B 球種も2つあるっていうところでね結構いい投手とはなってます。で、さらにね、B 球種のことで言うとね、この伊藤将司選手に関してもね、B 球種が一つもないっていうところがあるんでね、超変幻自在の B 球種15個を出すには、9位制球同値を狙えないで、西勇輝さんとかをね、オーダーに入れる必要が出てくるんで、今回の安藤さん獲得して9位制球同値にするっていうのはね、純正最強決定戦で上位を取るにはね、必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、あとはね、浜地選手とかね、伊藤将司選手なんかは9位制球同値にしちゃうとね、請求 A っていうところを切っちゃうんで、まあ、請求 A のコンボをね、まあ、最低4人は出せるかなと思うので、4人出ししようとかね、考えてる方に関してもね安藤さん獲得しておいた方がそのあたりのねオーダーの幅っていうのは余裕が出てくると思います。というところでね、リーグ勢に関してはねやっぱり余裕があったらね獲得しておきたい投資かなと思うので、エナジー時間お金にね余裕のある方はランキング明日でね獲得した方がいいかなと思いますし、時間内容っていう方でねエナジーとかお金に余裕のある方はガチャ引いてね獲得しておくのはありだと思います。続いてリアタイ勢です。リアタイ勢に関しては今回スルーでいいと思います。はい、というわけでね、まあリアタイ勢的にはねやっぱり表の3ステよりかは、まあやっぱりね球種っていうところが重要だと思うんですが、球種に関してはねストレート、スライダー、スローカーブ、フォーク、シュートで、さらに変化量に関してもスライダー、スローカーブ、フォークが2、シュートが1となってます。というところでねほとんど変化しないんですよね。まあなのでねリアタイ的にはきついかなっていうところもあって、さらにね超大ピンチはね一応持ってるんですが、まあそれでもねスライダー4、スローカーブ4、フォーク4、シュート3っていうところで、まあ超大ピンチ頼りにはなりますし、出たとしてもね球種がそこまで強くないっていうところでね、まあ今回ねスルーでいいんじゃないかなと思います。これにねもしね勝
ットボールとか持っててね、スラカット持ちとかね、フォーク2種とかフォークスプリットとかであればね、一応抑え適性もあって、かつね超体ピンチ持ってるっていうところでね、まあ余裕のある方は獲得しに行ってもいいんじゃないかなと思ったんですが、超体ピンチ持ってることをね考慮してもスタミナ C で球種の組み合わせを見た感じね、マリア体勢的にはね中継ぎ適性トッツサンド抑えいけるっていうところでね、中継ぎ抑えがね疲労した後の入れ替え投手としてね獲得しに行くのもありかなと思ったんですが、中継ぎ抑えを使って疲労した後の入れ替えとしてもねちょっと使えないかなと思うので、マリア体勢はねスルーでいいんじゃないかなと思います。で安藤さんがね好きな方に関してはねもう獲得しに行った方がいいかなと思います。まあ、なんせね今回2016年のシリーズ2以来7年ぶりのねプロスペース登場っていうところでね、自分が始めたのがね2016年シリーズ2っていうところで、自分がねプロスペース始めたての頃以来のね獲得チャンスっていうぐらいね結構登場年度が空いてましたし、まあ、もしね今後ね阪神を退団されてねコーチ辞めて NPB に所属しないってなるとね、この球種この査定だとねちょっと OB だとね出づらいかなっていうところがあるんで、まあ、やっぱりね安藤さん好きの方に関してはねこの TS を獲得しておいた方が良いと思います。で特にね TS においてはねなかなか2年連続登場っていうのは少なくて、特にね今の阪神においてはね江草さんであったり久保田さんであったり福原さんであったりとね TS で登場する中継ぎ投手がねたくさんいるっていうところで、おそらくね来年は安藤さん登場してこないんじゃないかなと思うので、安藤さん好きの方はね今回の安藤さん獲得しておいた方がいいかなと思います。はい、というわけで今回は TS 第4弾で登場した阪神安藤選手についての解説動画撮っていきました。いかがだったでしょうか。で今回ね安藤さん来たっていうところでね、まあ、若干能力が低いっていうところでね、もうちょっと違う年度で登場してほしいなってなってるんですが、この気持ちに関しては今年2度目でございます。まあ、ただね次回登場の時にねワンチャン査定年度変更の希望もあるかなって思ってて、それがね2021年に登場した福原さんなんですが、これ実は2回目の登場となってます。でこの2回目の登場がね80、76、60の中継ぎメインで抑えいけて、球種がこんな感じで超体ピンチ持ちとなってます。でこの前に登場した時がこの査定で、これはね今の TS 第5弾のガチャシステムが初めて登場した時の TS なんですが、この時はね9位から77、75、75で投手適性もね先発メインで中継ぎ F で、球種に関してもねスラカット持ちじゃないっていうところでね、2度目の登場の時はスラカット持ちの超体ピンチ持ちだったんでね、超高速の中継ぎとかでは使えるかなっていうところだったんですが、まあ一応ね超体ピンチは持ってるんですが、まあそこまで強くない査定でした。まあただね2回目の登場の時にね能力アップされてねデフォルトで QA になったっていうところでね、もしかしたらね今後登場してくるときに和田さんと安藤さんはね査定変更される可能性もあるんじゃないかなと思います。というわけでもしよければ皆さんが安藤さん獲得するかコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年はねチャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また Twitter もやっていますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。